X 線の目を持つ男は1963年に制作されたロジャー・コーマン監督による SF カルト映画である。低予算映画や B 級映画において、帝王という異名を持つロジャー・コーマンが失われた週末でアカデミー主演団優勝を獲得したレイミランドを主役に起用して制作した本作。ハリウッド映画ならではの娯楽性をふんだんに盛り込んでおり、 終盤のカーチェイスシーンは一つの特色にもなっている。かつて、シザーハンズなどの監督で、本作品のファンと自称するティム・バートンが本作品のリメイクをドリームワークス制作で企画していたが、猿の惑星のリメイク、プラネット・オブ・ザ・エイプス、猿の惑星を優先させたため、実質リメイク企画は頓挫している。歌詞能力を向上させる研究に打ち込む、エグザビア博士。 研究はほぼ成功まで近づいていたにもかかわらず、周囲の理解は得られずに、女子のダイアンの応援も虚しく、財団からの研究資金は打ち切りになってしまう。だがそれでも諦めない、エグザビア博士は、開発した天眼薬を自分で試し始める。副作用として様々なものが投資できる能力を得た、博士だったが、周りからは、狂人扱いされ始め、 挙句実験の危険性を察知した同僚のサムを誤って殺してしまう。あえなく逃亡生活を余儀なくされた博士は、見世物小屋へ身を潜めるのだが、その頃には彼の視力は手に負えない状況にまでなっていた。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。